皆さんこんにちは、みこです。今日は娘と宝塚にやってきました。お天気はあいにくの雨でしたが、宝塚大劇場へ通じる花の道を通って宝塚ホテルへ向かいます。花の道には可愛らしいショップが立ち並びます。阪急宝塚駅より徒歩約4分の宝塚大劇場オフィシャルホテル、2020年6月21日開業、宝塚ホテル。大理石が敷き詰められた広大なロビー。ホテルのデザインコンセプトはクラシックエレガント。宝塚大劇場で使用されていたドンチョウの一部、見入ってしまいます。歌劇場といえば大階段、天井には全ホテルより移設したシャンデリアがお出迎え。2階に上がると宝塚歌劇の写真や衣装や小物たちが展示されています。衣装は季節ごとに入れ替え、写真は現在公演中のものを展示。ホテルコンセプトでもある夢の続きをここで、うっとり気分に浸れること間違いなしです。1階ロビーにあるホテルショップを覗いてみましょう。ジュエリーショップのように可愛くディスプレイされたスイーツや宝塚歌劇のグッズなど豊富な品揃え。さあお待ちかね、アフタヌーンティーのお時間です。お姫様のような客席に娘もテンション最高潮。予約が取れないルネッサンスのアフタヌーンティー、日本紅茶協会の美味しい紅茶のお店にも認定されています。環境保全のためにストローの提供取り行っておりませんので、はい、ご協力いただいて、はい、こちらにスタンドに立てていただきます。はい、ありがとうございます。ペルジョーございます。そして召し上がります。いい香りです。この時にスパンがついてあります。はい、ご協力ください。はい、娘は人生初のアフタヌーンティー、甘い香りのピーチティーを注文しました。まあ、すごいのか。いらっしゃいませ。こちら、下の段からお召し上がりくださいませ。はいはい、こちらのミルフィーユの真ん中にストロベリーのソースがございますので、はい、お好みでお召し上がりください。はい、こちらのスコーンもお好みでホイップグルメーションをつけてくださいませ。はい、ありがとうございます。うわー、すごいよ。娘が写真撮影中でございます。コーヒーをいただきます。すごーい、かわいい。うん、美味しい。楽しい。娘でいただくセンスがないからどうしよう。好きにして早く食べたい。無理。ゆったりできるね。バックチャームも食べれるんだ。チャイ
食べるこれ唇のやつとかがちょっと可愛いなと思ってほうれん草チーズのデニッシュ、あ、おいしそう、いただきます。お腹空いた、いただきます。うん、手で食べてよかった、おいい、チーズとかサーモンがぎっしり、スコーン大好き、本当ブルーベリー、うーん、うーん、口とサーモン、ハム、うん、ハムサポ生クリームつけて、ハムサポほんのりあったかくて、よくここまでお菓子を我慢した。娘は減量中です、腹筋を割るために。これ食べたらまたおかしな生活。頑張る、腹筋割るために。お菓子とジュースは普段からちょっとね食べ過ぎてたからね、やめたら割れると思う。いちごのババロア、あーかわいい、ハムのババロア、生ハム、うん、ハムとババロアってすごい甘じょっぱい感じ。ミルフィーユピスタチオクリームミックスベリーストローベリーソース、これをいただきます。おちょっと飛び出すから気をつけてね、飛び出せ、うん、かわいい、綺麗ね、あ、めっちゃ綺麗。どうだ、幸せ、受験頑張ります。ニルギリってどんな紅茶？あ、ニルギリはさっぱりしてリラックスができるんだ。ティーブティックオリジナルは、あ、それは性能よりあの上質っていうこと、あの氷っていうことです。へー、じゃあちょっとミルギリでロールケーキ、ストロベリー、ホイップクリーム、あーかわいい、ちょっと倒れない、上の方こんな感じで頭になってるな、あ、は、うん、溶ける、美味しい、綺麗だよ、うん、いい香り、いい香り、猫舌の香りを先に楽しんでいきましょう、うん、香り大事だ、猫舌だから、うん、チョコレート見にくいけどミルクチョコのガナッシュ、ベリーのコンフィチュール、せーのがさ、はい、せーの、うん、うん、チョコの方がソースだとは、ビンズ、ビンズ、パクチャー食べれるんですって、うん、おいしい、硬いかと思ってたけど柔らかい、すっごい柔らかい、生キャラメルみたいな、タルト、レモンクリーム、メレンゲ、ストロベリー、ストロベリー、うん、ラストです、プチケーキ、ラズベリーとストロベリーチョコのケーキ、はい、ありがとうございます。おお、わ、かわいい、いただきます。うん、すごいラズベリーね、めっちゃ美味しい、うん、うん、幸せでした。減量頑張ってこう
おお、大満足だね。あ、もうちょっと待って。せーの、ごちそうさまでした。大満足のアフタヌーンティーの後はコスメを見たり、娘とのんびりお買い物をして有意義な一日でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。みこでした。